ジョン・ロジャースは、アメリカ海軍の軍人、最終階級は大佐。アメリカ海軍航空隊における初期のパイロットの一人で、海軍パイロット第二号である。ロジャース家は、名だたる海軍軍人を代々にわたって排出した家で、同盟の祖,祖父は、米英戦争や第一次バーバリ戦争で活躍し、同盟の祖父は、南北戦争で活躍。 父のウィリアム・レッドヤード・ロジャース1878年組も、米西戦争で活躍した。母方の祖父は、黒船来航のマシュー・ペリーであり、初期の航空パイロットであるカルブレイス・ロジャースはいとこに、当たる。ロジャースはいわば、サラブレッドであった。海軍パイロット第1号から第3号。座っている人物は、右から、エディソン・タワーズ。 ロジャース・ジョン・ロジャースは1881年1月15日にワシントン DC に生まれる。アナポリスに進んだロジャースは1903年に卒業。卒業年時からアナポリス1903年組と呼称されたこの世代の同期には後に海軍作戦部長となるハロールド・スタークがいる。艦船勤務を経て1911年に航空に進み、 海軍パイロット第2号となる。1911年9月、中尉に昇進したロジャースは、アナポリスの敷地内で、オービルライトが提供した、ライトモデル B の飛行を行い、アメリカ海軍における航空の先駆けの一つとなった。この後、ロジャースは、潜水艦関連の役職にもつき、1916年には、大西洋艦隊潜水部隊第一潜水隊の指令となり、 アメリカが第一次世界大戦に参戦すると、コネチカット州ニューロンドンのニューロンドン潜水艦基地司令となった。大戦終結後はヨーロッパに派遣され、北海における総海作業の功績により、主勲賞を受賞した。1925年までの間に様々な役職に就いた後、1925年には戦闘艦隊航空部隊で空母ランブレイの指揮を取った。 この1925年、ロジャースは海軍が開発した PN9 から1飛行艇によりカリフォルニア州からハワイまでの無着陸横断を試みる。遠征はアレンピースノーディチューイが指揮する PN9 から3飛行艇と共に行われたが、PN9 から3のエンジントラブルに付き合わされて予定が5時間遅れることになった。2機の飛行艇は8月31日に、 サンフランシスコ近辺のサンペドロ湾を飛び立ったものの、翌9月1日に燃料不足に陥って立ち往生を余儀なくされる。ロジャースは飛行を継続するため、翼の材料を持って即席の方を作り、捜索する船か航空機を埋まった。9日後、木はカウアイ島、ナウィリウィリ海浜公園まで15マイルに達したところで、潜水艦 R-4 に発見され、 海岸まで栄光された。無着陸横断飛行への挑戦の後、ロジャースはアメリカ海軍航空局に入って、時間を務め、1926年にはサンディエゴ海軍航空基地への実験水上偵察機体の設置に尽力したが、1926年8月27日に、ワシントンからフィラデルフィアの海軍基地に向けて航空機を操縦中、デラウェア川上空で機体に、 トラブルが発生して蒸気が川の中に墜落し、殉職した。45歳ボーツ。ロジャースは、アーリントン国立墓地に埋葬されている。1943年春行の、フレッチャー級駆逐艦、ジョン・ロジャースとスプルーアンス級駆逐艦、ジョン・ロジャースは、ロジャースと同盟の祖,祖父及び祖父を記念して、命名された。これまでにも祖、祖父及び祖父を記念した。 ロジャースと命名された艦が3隻、ジョン・ロジャースと命名された艦が1隻存在しており、それらも後年遡って3人のジョン・ロジャースを記念しての命名とされた。また、オアフ島にあるカラエロア空港は別名としてジョン・ロジャース・フィールドと命名されている。海軍兵学校の卒業年次に換算すると、及川小四郎、長谷川清 寺島県らを排出した31期に相当する。ありがとうございます。